岩岡智恵大岩岡智恵だ6月15日から1933年11月7日は、大正末から昭和の初めにかけて活動した、し絵画家、日本画家。画後に、岩岡花仙、岩岡金より。戸籍上の名前は智恵弁護士の父、岩岡伊予二と、母、福の間に、東京市日本橋区浜城に生まれ育った。日本画を学び。 池田照方の明けぼの会に所属する。弁護士の傍ら衆議院議員を一期務めた父、伊予二が1921年11月に亡くなった。後児童雑誌などに挿絵を描き始めた。子供の国、子供朝日、金の星などの雑誌のほくす山まさ小川未明などの児童書に挿絵を描いた。1933年11月7日。 長らく心臓を悩んでおりましたが、ついに病気更新のため現在の東京都再生会、中央病院で死去した、去年37。墓は、東京都文京区向ヶ丘にの36の1の随、安氏寺にある。児童画では、岡本喜一の弟子とされる。岡本を児童画の世界に導いた、楠山正夫の妻は、義定の妹である。楠山の長女は幼い頃、とも枝に、 日本画を習ったという。日本画家としては、曙ケの回展覧会に出品したほか、日本美術院試作展覧会の第9回に、猫第11回に、菊で入選した。亡くなる半年前の1933年5月、新宿三越で開かれた、新井官房主催の後年会第1回展覧会に出品している。ありがとうございます。